皆さん、こんにちは。小場所ですえ。今回も共通テスト系の話題なんですけれども、え共通テスト版 GTEC が中止されるようになったそうですえ。詳しい話は、えっと、記事を概要欄に貼っておこうと思うんですが、僕がちょっと見つけることができた記事が、朝日新聞のなんか、あの、有料なのか、会員登録しないのか、い,あのいけないやつだったんで、ちょっと全文を、えっと、もしかしたら見られないかもしれませんが、ご了承ください。で、まあ、これに関してはですね、まあ、あの、あくまで、えー、共通テスト版の GTEC があ、延期、というか、あの、 の、中止されるということだったんで、まあ、それはね、共通テストの民間試験が、まあ、延期されるということなんで、まあ、当然のニュースだとは思いますが、やはりね、あの、その中でもいくつか問題点があったと思ったので、ちょっと僕の方で、まあ、一個二個、あの、コメントをさせていただきたいというふうに思っております。まあ、長い動画にはなりません。で、まず一個目なんですけれども、やはりこの G-TEC というテスト、まあ、これベネッセがね、えー、やっているテストですけれども、まあ、こういったですね、その、共通テストにかなり寄り添っているテスト、 っていうのが、まあ、どうなのかっていうところはあると思います。例えば、英検とか、あトイ i クはね、まあ撤退しましたけど、まあトーフルとかね、まあ IL2、ティープ、ケンブリッジ英検、ああっその辺はですね、えー、やはりもともとこう、試験として、まあ英語の資格試験として、まあ一定の地位を築いていたわけですね。で、まあそういったところは、あの、やっぱり共通テストの対応をするのがやっぱ厳しかったと思うんですが、いずれにせよ共通テストが で、導入されなくてもね、あの、普通のこう、英語の試験として、まあ、ずっと運営をされていくわけですね。えー、ただ、その g t e c みたいなものというのは、基本的にその g t e c みたいなものが元々あったわけではなくて、今回の共通テストに合わせて、まあ、導入をしてきたものなわけですね。だから、それこそ、えっ、ー、と、他の多分動画で、えっ、ー、と、出したと思うんですけど、メインチャンネルで出したと思うんですけれども、その次第の英語民間試験が使える大学の入試の方法についてっていうのはあって、例えば、あ早稲田ではね、こういう学 学部だと、英検難級とか持ってると、スコアに難点、プラスね、点数に難点してもらえるよとかね、明治大学のこの学部だとこうだよみたいな話とか、まあ結構そこでまとめて話してるんで、そっちの動画見てみてほしいんですが、まあ基本的に g t e c を使うって言ってるとこはありません。それはなんでかっていうと、もともとそういうポジションの試験,試験じゃないからなんですよ。で、 じゃあ、その、でも g t e c ってやっぱベネステさんがやってるんで、結構学校への入り込みとかがあったりして、まあ、受ける生徒数も多いというふうに言われてました。まあ、あの、本当かどうかはわからないですが、結構数十万人単位で受けることを想定されていたテストだというふうに、まあ、なっております。まあ、本当かどうかはわからないです。ただ、その、やっぱりそういったテストが、やっぱ共通テストがあるから作られて、ないから作られないだと、結局それって共通テストじゃんっていう話なんですよね。要はセンター試験じゃんって話なんですよね。だから 言ってしまえば、なんかそういったものをやるんだったら、センター試験がただベネッセに、その英語の試験の制作を外注してるだけみたいな話になってきちゃうわけですよ。だからそれってどうなのって話なわけね。だからそれこそ、やっぱり今までも歴史もあって、ちゃんと運営もできて、っていうそういうね、英語の資格試験団体を選定して、 やるっていうのが民間試験の、そのなんていうかな、ベースとなる、うー、哲学なはずなのに、共通テストのためにどっかの民間会社がテストを作って、それで受けてね、スコアが何点ですっていうのは、結局入試のね、あのコストの一部を、とある特定の会社に、 ね、あの、供与しているのもんじゃないですかね。外注費を。だ、それっていうのは、なんか僕は、あの、ちょっと変だな、っていうふうには感じました。まあ、ただ別に、ジテックの試験が悪いというわけじゃないですし、多分、作っている人自体はね、一生懸命学力を図れるように、あの、作っている試験だし、まあ、ベネンセで働いている全ての人が悪気があってやってるなんていうのは、到底ありえないこと。基本的にね、99%の人は真面目にね、あのー、しっかりテストを作ったり、ね、子供のためにと思ってやってる方だと思うので、別になんか、批判をしたい わけじゃないんですけどやっぱり制度設計としてね制度設計としてそのやっぱりどうなのっていう風にはちょっとやっぱ感じる部分はあるかなというのが一つなのでその今後延期するっていうことになりましたがじゃあ本当に GTEC も使うのっていうこともまあ、ちょっとやっぱ考えてほしいなという部分もあるまあ、もちろんベネッセさんももうだいぶコストを使って開発もしちゃってるからじゃあなかったことねっていうわけにいかないのかもしれないけどその辺ちょっとねやっぱり再検討はしてほしいと個人的には思ってますで2つ目なんですけれどもまあその GTEC もそうなんですがその民間市 試験に関して、やっぱりこう運営体制をちゃんと整えなきゃいけないなと思ってます。だ2020年度を延期して2024年度になったからまあ、数年間ね。猶予ができて良かったなって思ってるかもしれないですけど、やはりやっぱそもそものやっぱベースとして、その会場の数の問題とか。あとはやっぱりその試験によって、そのテスト監督とかの人数の違いね。どれだけカンニングを防げるかの違いとかも。かなり運営によって違うわけですね。それこそ、例えばよく言われるのは toeic。トーイックなんて、その会場によって対応が。全然 違ったたたりりすするるみたいな、ね、こととかも言われたりするわれけで、まあ、そういうういいろんなこう意味でですね、そういったものをまあ共通テストでやるのであれば、より厳格に対応できなければいけないということなので、まあ、その g t e c に限らなくてですね、他のまあ民間試験やるとなっているところも、もしやるのであれば、きちんと話し合って、文科省もそういうところに入っていって、細かいところまで、ね、運営マニュアルの一個一個のところまで、きちんと整備をしてほしいなというふうに感じております。もちろんこの辺ねあの、まあ、全くやらない ないということはないと思うんですが、おそらくですね、あのー、僕のべ感覚ですよ。これはもう感覚論なんですけど、その文科省が感じているよりもよほどもっと細かく細かく詰めていかなければ、到底実現できないことだと思うので、まあぜひですね、そういったところにはあの努力時間必要に応じてはコストを使ってほしいという風に思っております。はい、というわけでね、今日はちょっと簡単ではございましたが、共通テストマジ、まあ、テックがね、えー、延期になったよという話についてお話しをしてきました。えー、またこれから。 今日もですね、強制する話題ちょこちょこ出していきますので動画をご覧ください。えー、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。